親方様、ここが拠点にする場所ですか？豪華すぎませんか？今回の任務は敵国の王都フォレスにスパイとして潜入し、重要な情報を本国に伝えること。はい、了解しました、親方様。これからは何と呼べばいいのでしょう。ご主人様ですか？さすがに奴隷はちょっと。ついに任務で海外に行くことができたと思ったのに、奴隷にならないといけないなんて。私はセクシーな女スパイに憧れていただけなのに。なるほど、親方様。ご主人様。ここで奴隷として過ごせだなんて。私たち帝一族は代々殿に仕える忍びでした。私たちは殿のために生き、そして殿のために死ぬ。そこに不満などあってはなりません。ですが、私たちのこの定めには納得していません。忍びの里で生まれた者は男であろうが女、私の兄上も姉上も、そう、まあそう考えれば私たち忍びはすでに奴隷以下の状況。今さら奴隷であることに問題などありません。本当ですか？ありがとうございます、親か。いえ、ご主人様、一生懸命頑張ります。わかりました。ですがご主人様、アリーナとはどんなところなのでしょう。それは私たちの国の犬の檻に似ていっぱい。それはどういう。なるほど、ご主人様は何をするのでしょうか。奴隷になるために訓練が必要なのですか。わかりました、本当に殿に話を通してもらえるのなら私は何でもします。いえ、わかりません。聞きたくない。親方様の検討士にはなります、問題はありません。ですが賠償、できればそんなことしたくありません。私のこの体は好きな人に。わかりました。
これも任務であれば何でもします。これでいいですか？訓練ですか？私が忍び…ご主人様はいつもそれです。小春は準備完了です。小春勝ちます。小春の力が必要ですか？緊張しますけど、大丈夫です。ん？どうかされましたか？暗殺ですか？それともボディーガード？いやいや、大金が入ってくる。え？違うんですか？お仕事で、そういうことじゃなくてですね。そういうのは好きな人としないと。小春は準備完了です。ん？どうかされましたか？
主人様、フォレスには私たち以外にも国外から来た方たちが本当にたくさんいるんですね。私たち東方の人間がいても特に珍しくないようです。あ、私の地元の特産品が売られています。うちからこんなに遠く離れた場所なんて来たことがないですから。でもここならいつでも故郷の。これは王宮なんて荘厳なんでしょう。私も見ていいんですか。私も分かっています。ですが今日は楽しみませんか。なんてすごい熱狂、すごい人。ここにいる誰もが。そんな。でもご主人様。あ、選手が入場してきました。美しくて神秘的、そして強い。まるでおとぎ話の英雄のよう。そして対戦相手の体の大きさを逆手にとって、私の速さは彼女よりも上です。